皆さんこんにちは、アパレロです。今回のテーマなんですけれども、細めのパンツで、必ず持っておきたいこの2つの、ブランドですね、そちらをご紹介していこうと思います。一つはノースフェイスのコットンオックスライトパンツと、もう一つはグラミチのニューナローパンツですね。こちらの2方ご紹介していこうと思います。では行ってみたいと思います。はい、でまず1つ目なんですけども、グラミチの永遠の定番のパンツですね。こちらニューナローパンツクロップドっていうタイプとなります。まあ、こちら2022年春夏から、さらに生地をアップデートされた、バージョンとなりますので、まあ、その辺も進化したパンツと、言えるかなと思います。まあ、何が変わったのっていうところはなんですけども、素材がオーガニックコットンに変化されたっていうところですね。まあ、見た目に関してはもうほとんど変わらないので、まあ、履き心地もそうなんですけども、そちらも、昨年以降のものとそこまで大きな変化はないんですけども、まあ、一応生地がオーガニックになったっていうところが変更点となります。デザイン的な部分に関しましては、ウェービングベルトであったりガゼットクロッチというところはもうそのまま引き継がれて、残ってるというタイプとなるんですけれども、ガゼットクロッチの形状だけ少し変化されております。少しね、また下の部分を微調整されてますので、より腰周りがすっきり見えるような仕様となってるっていう感じですね。まあ、これを知って履くと、まあそう言われたらそうかなっていうぐらいの変化の差ですので、まあそこまで大きな感じのデザインの変更というところはないと思っていただいて大丈夫かと思います。まあ、デザイン的な特徴としましては、腰回りは程よく緩くて、もう本当に裾に向かって結構すっきりしてるっていうタイプとなりますね。こちらクロップドのタイプに関しましては、通常のやつより、丈感が4センチほど短くなってますので、もう本当に裾上げしなくてよくて、足元もすごくすっきりお使いいただける丈のバランスとなっております。まあ、ストレッチも非常に効いてますし、ストレスフリーで履いていただけますので、いろいろなシーンにこうお使いいただきやすいんじゃないかなと思います。デザインもね、本当に合わせやすくてコーディネートしやすいというところが特徴と、流行り廃りないというところと、本当にオールシーズン履いていただけるというこの3つのポイントは非常に、長く使えるポイントかなと思います。ちなみにこちらで L サイズを着用しております。僕身長163センチなんですけども、まあここまで、サイズ上げてしまうと丈感はちょっとこうクシュッとしすぎる感じですので、まあジャストは S か M かなっていう感じですので、まあその辺の丈感の好みも含めて、サイズを選んでいただいた方がいいのかなと思います。あんまりサイズ上げすぎると腰回りといいますか、太ももの裏部分の生地が、かなり余ってしまうのと、膝のところですね、ここが結構グシュグシュっとしてしまうので、その辺だけ注意点として覚えておいてください。で続きましてノースフェイスの方なんですけども、こちらコットンオックスライトパンツですね。こちらも形は先ほどのグラミチのニューナローパンツと、まあまあ近いといえば近い感じですね。ただ一番違うなと個人的に思ったところは、やっぱりストレッチ性の強さですかね。生地感的にもこっちの方が若干薄くは感じるかもですけど、とにかくこの伸縮性っていうところはすごくあるパンツになりますので、本当に履き心地のよく、動きやすさっていうところを追求した感じのパンツかなと思います。あとでグラミチのニューナローの方と、比べておりますので、そちらも合わせてご確認していただけると嬉しいです。こちらもまた2022年春夏からちょっと生地感がアップデートされておりまして、コットンをメインなんですけど、ポリウレタンが混合されておりますので、まあよりストレッチ性をこう強化したような形となっております。もう本当にこう体の動きに沿ってパンツもついてきてくれる感じですので、もう見ていただいた通りかなりこう伸びる感じのイメージですね。シルエット自体も本当に腰回りも程よくすっきりしてますし、急激なテーパードっていうわけでは決してないので、本当に自然なシルエットで細身でこう綺麗に足長く履いていただける感じかなと思います。非常にね、こうコーディネートバランス取りやすいパンツかと思いますので、まあこちらも本当にグラミチ同様、気になる方はぜひ一本持ってて間違いなく損はないパンツかなと思います。まあ、ということで、どちらをじゃあ選んだらええねんっていう話になってくるんですけども、まあ個人的にはこうブランドのロゴがこう強く出てるか出てないかっていうところも一個のポイントでして、まあノースフェイスの方は膝の方にですね、ロゴのマークがついておりますので、まあその辺がちょっとこうあった方がいいなって思われる方はこっちの方がいいですし、まあグラミチはもう後ろのポケットにブランドのロゴがついてるだけですので、まあその辺そんなにこう主張が強くないかなっていうところも一つポイントかなと思います。ただ生地感的にはノースの方がちょっとだけ薄いですので、まあ今からの時期でしたらこっちの方がまだ履きやすいかなっていう感じは多少あるんですけども、まあブランドのロゴがそんなに目立つってわけではないですし、パンツの色と全く同系色の刺繍でロゴが施されてますので、その辺もまあ上品な感じでいいかなと個人的には思います。
で、先ほどのグラミチのニューナローと、こちらのスペースのコットンオックスの方ですね、ちょっとこう比べてみてるんですけども、サイズは同じ S サイズで比較しております。もうウエストの部分に関しましてはもう同じ S でしたらもうほぼ同じぐらいの感じで思っていただいていいのかなっていうところですね。まああと違いとしましては、こうウェビングベルトのあのバックルのとこの仕様だけですね、まあ、ノースの方がちょっとこう片手でワンタッチでできやすいなっていうところの印象は少しあります。で、渡りの部分に関しましてもほぼほぼもう近い感じですね、まあ、若干ノースの方がちょっとだけ緩いかなっていうぐらいの感じは、印象としてありますが、まあ、見た目そこまであの大きく変化があるような感じではございません。こう見ると丈はちょっとグラミチの方が長く映ってるんですけども、まあ、平置きして、置いてみ見る方が分かりやすいですが、まあ、ちょっとさっあの下の方がノースの方ですね、ちょっとだけ緩くて、まあ、裾に向かってちょっと細くなってるんですけど、丈感はもうほぼほぼというかもう一緒ですね。もうサイズ選んで同じ S サイズでしたら丈もほぼ一緒ですので、まあ、見栄え的にはこのぐらいやったらもう本当にビサかなっていうぐらいの感じです。で、先ほどの2つの、パンツなんですけども、こちら2つとも両方ショートパンツも、展開されておりまして、こちらがニューナローショーツですね。まあ、先ほどのクロプドの方と全く同じコンボ率となってまして、2022年春夏からこちらもオーガニックコットンに変更されております。後の仕様に関しましてはクロップドの方と全く同じタイプとなりますし、従来の NN ショーツと、大きく変更もございませんので、その辺は安心してサイズを選んでいただけるんじゃないかなと思います。丈感も膝上ぐらいですね。こちらで S サイズを着用しておりますが、まあ、僕の身長でしたらもうこちらが一番スッキリ見えるぐらいの丈感で、ウエストも本当にジャストな感じですね。ただあの丈がちょっとこうここまで短すぎるのが好きじゃないよという方は、こちらの NN ショーツに関しましてはワンサイズ上げてもらっても全然大丈夫かなと思います。まあそんなにあまりすぎることはないぐらいの印象となりますので、まあその辺はですね、本当にお好みで丈感であったりこうフィット感がそこまで強くない方がいいよっていう方は、普段選んでるサイズのワンサイズ A を選んでいただいても大丈夫かなと思います。ちなみにこれで M サイズですね、さっきよりワンサイズ上がったんですけども、そんなに大きくあの見栄えが変わるっていうわけではないですので、まあ丈はもちろん少し長くなりますので、まあこの辺でちょっとこう調節していただいても、いいかなと思います。やっぱりショーツ履く時の一番の大きな、問題になるんじゃないかなって思うこの丈感ですね。膝上か膝下かっていうところはもう毎年なんかこう流行りも多少はあるんですけども、ちょっとこう抵抗ある方っていうのは絶対出てくるかと思いますので、ショーツに関しては特にこう試着していただいて丈感を確かめていただいた方が、個人的には安心するかなと思います。あんまりね、僕もこう丈が短すぎるのをどうしてもこううまく着こなす自信があんまりないので、まあ、最近特にトップスがオーバーサイズっていうのも、かなり多く出回ってますので、まあ、その辺とのこうバランス考えた時にやっぱりあんまり丈短すぎるとちょっとこう若く見えすぎるかなっていうところもありますので、ある程度こう丈感であったり、こうボリューム感ですね、その辺も多少あるようなショーツを選ぶようには個人的には今、気をつけてるところですね。で、続きましてこちらのスノコットンオックスライトのショーツの方ですね、まあ、こちらも先ほどのグラミチと全く同様で生地感も一緒ですし、腰回り、ウェビングベルト、ガゼットクロッチなど、全てのこうデザインのところも、一緒のタイプとなっております。ショーツに関しましては特にやっぱり個人的にはノースの方が、なんとなくあのしっくりくる感じなので、こっちの方がちょっとおすすめなんですけれども、まあ、生地もちょっとね本当に程よく薄すぎずって感じですし、丈感がやっぱりグラミチよりちょっと長めになってますので、やっぱりこのぐらいあった方が個人的には落ち着くような、丈感となっております。まあ太さも程よくこう細すぎず太すぎずぐらいの、一番なんか、シルエットが自然に綺麗に見えるぐらいのショートパンツかなと思いますね。ですのである程度丈の長いこうトップスであったり、身幅の広いちょっとオーバーサイズ気味なトップスっていうところの相性も非常に良くて、バランスはすごく取りやすいショーツかと思いますので、丈の問題もこうさほど気にならないかと思いますので、大人の方でもすごくこうコーディネートしやすくて使い勝手がいいショートパンツかと思いますので、まあその辺も少し参考になればなと思います。で、今こちらで M サイズを着用してるんですけども、ちょうどいいなんかこの腰回りのゆったり感といいますか、こうダボダボすぎずっていうところが、個人的には一番なんかしっくりしてるのと、あともうこれでも本当にストレッチ性がすごくありますので、こうアクティブなシーンとかでも、すごくこう動きやすいっていうところも、やっぱりさっきのコットンクスライトパンツの方と、全く同生地ですので、まあ、その辺の、仕様っていうところは、そのまま、引き継がれてるようなタイプとなるので、すごくその辺もポイントとなります。
ます。はい、ということで今回ね、あの細めのパンツっていうところに、焦点を置いておすすめしたいこの2つの名品番ですね、グラミチとノースペースの、2つをご紹介してきました。いかがだったでしょうか。まあ細いパンツはね、本当にあのあったらかなり形も綺麗に見えますし、すっきり見せてくれますので、もう持つべきパンツとしてはこの2つどちらか絶対あのあればかなりこうコーディネートの幅っていうところも広がりますし、使い勝手は非常にいい2つとなりますので、ぜひぜひ参考になればなと思います。ということで、この動画が少しでもいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画までまた、さようなら。